日本占領時期市難人民記念碑、一般に、英語、ザ・シビリアン・ウー・メモリアルは、シンガポールダウンタウンコアの戦争記念公園にある、高さ約68メートルの慰霊塔。1967年に、シンガポール中華層商会が中心となって、1960年代初めに、シンガポール島内で発掘された、歌教粛清の犠牲者の遺骨を収め、 1942年2月から1945年8月の日本軍占領時期の市民戦没者追悼のため建設された。日本語文献では決裁問題との関連から決裁の塔とも呼ばれる。チョップスティックスの愛称がある。1961年の暮れから翌1962年1月にかけてシンガポールの東海岸一帯で 日本軍が占領直後に行った、下強粛清の犠牲者の遺骨とみられる、大量の白骨が出土したことをきっかけに、シンガポール中華総商会は、日本占領時期市難人民以外前後委員会を組織して、シンガポール全島で遺骨の発掘調査を行い、遺骨を埋葬して、慰霊碑を建設することになった。1963年3月には、 日本占領時期市南人民記念碑ボエ委員会が結成され記念碑建設のための募金が始められた。同年4月にシンガポールで行われた募金運動の開会式ではリークアニュー首相が演説をした。1966年3月に慰霊党の建設工事が開始され、建設途中の1966年11月に島内35箇所から 発掘、収集された遺骸を収めた亀607亀のうち、身元が判明した2亀を除いて605亀が、台座の下に収められた。1967年1月に竣工竣工後の管理は、シンガポール政府に委ねられた。記念碑の建設費用48.7万、シンガポールドールは、シンガポール中華総商会などが集めた募金28万、 シンガポールドルと政府からの拠出金20.7万シンガポールドルで賄われた。聖堂の壺と台座の碑文当初は日本軍の占領直後に起きたシンガポール下境粛清事件の犠牲者の慰霊碑とすることが考えられていたが最終的には日本の占領中に犠牲になったシンガポールの全市民のための慰霊碑として混流された。 石踏みは高さ約68メートルの4本の白い塔からなり、4つはそれぞれ歌人、マレー人、インド人、ユーラシア人を象徴している。塔の名称は、英語、ザ・シュビリアン・ウォー・メモリアルと呼ばれており、記念碑の正面祖先には、中国語、日本騎士、人民年碑1942から1945と刻まれている。日本語文献では、 中国語の正式名称から日本占領時期指南、人民記念碑、あるいは決裁問題との関連から決裁の塔と呼ばれている。また形状が似ていることから、チョップスティックスの相性がある。石文の台座には、英語、中国語、マレー語及びタミル語で碑文が刻まれている。英語碑文は、深く永遠の悲しみを持って、 日本軍がシンガポールを占領していた1942年2月15日より1945年8月18日までの間に殺された我が市民の追悼のためにこの記念碑は捧げられるとの内容になっている。党の規定部には大坂にある犠牲者の遺骨を収めた亀の象徴として聖堂の位置が置かれている。記録が不足しているためこの出来事により殺害された。 正確な人数は不明だが、日本が公表した数字は5000人。当時の新聞記者である一人、被写狩り高文は、元は5万人の中国人を殺害することが目的であり、命令を受けた時に、その半分に達したと主張している。シンガポールダウンタウンコアのブラスバッサーロとビーチロの交差点のラッフルズホテルの向かい側にある戦争記念公園の中にある。 1967年2月15日に、リーク・アンユー総理の主催で、政府幹部、各国施設、各界代表、遺族ら約1000人が参列して、落成式が行われた。以来毎年2月15日に、犠牲者の追悼式が行われている。1967年10月、決裁問題が解決を見た直後に、 佐藤栄作首相がシンガポールを訪問したが、異例党は訪問しなかった。1976年2月15日の追悼式には、高橋、シンガポール日本人会会長と、林、日本商工会議所会頭が3列、強化した。1994年8月28日に、村山富一首相が、日本の首相として、 初めて慰霊党を訪れ、喧嘩した。2017年2月15日の75周年の追悼式では、日本大使の篠田健次が、初めて追悼式に、日本国代表として、公式参加し、慰霊党に、喧嘩、深い悲しみと哀悼の意を、日本人の圧倒的多数と共に、共有と異例の言葉を述べ、現地でも広く報道された。当日は、 現地のシンガポール日本人学校の代表として、現地在住日本人の指定である生徒2名が、異例のために折った折り鶴を持参して追悼した。ありがとうございます。